力によってねじ伏せようとした者はいつかそれ跳ね返そうとする。しかし、真心を持って扱われた者は心で返してくれる。ナオエカネツグ。これは、ナオエカネツグが戦場での敵対者に対しても人間としての尊厳を守ることを重視したことを表す言葉です。強制や暴力ではなく、戦意や信頼で人と接することが大切だという教えです。彼は、自分の主君と信念に忠実に生き、 死んだと言われています。この言葉は、彼の生き方を表したものとして、多くの人に勘弁を与えています。直江エカは、上杉家に生涯を捧げた偽証として知られています。その名言からは、主君への忠誠心や民への慈愛、敵への勇気や教養など、カネの人となりが伝わってきます。カネの名言は、現代の私たちにも多くの教えやしさを与えてくれるのではないでしょうか。